今回の問題、 NTP サーバーの設定を見て NTP 認証をして同期をするために必要な NTP クライアントのコマンドについて答えてください。 NTP サーバーのコマンドがこのような時、 NTP クライアントの設定は NTP オーセンティケートコマンドで NTP の認証を有効化して NTP オーセンティケーションキー何々 MD5 で何々を指定します。NTP トラスティッドキーで何々を指定します。 NTP サーバー、 NTP サーバーの IP アドレスを指定してその後ろに何々を指定します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは正解の発表です。 NTP サーバーがこのような設定の時、 NTP クライアントに設定するのはNTP オーセンティケーションキー1番 MD5 NTP 123で揃えてあげます。 NTP トラスティッドキーも1番を指定します。 NTP サーバーを指定するときに後ろでキーの1番を指定します。お世話になっております、マサルです。今回は前回に引き続き NTP について勉強します。前回は NTP クライアントを中心に勉強しました。今回はシスコルーターを NTP サーバーとして動かす方法と NTP の認証方法、この2つを勉強していきます。勉強した後には実際にパケットトレーサーを使ってシスコルーターを NTP サーバーとして動かして認証の設定もやってみましょう。それでは早速始めていきます。前回は NTP クライアントとして設定を行いましたが、シスコのルーターやスイッチは NTP サーバーとして利用することもできます。LAN内で時刻を同期させたい場合は特定のシスコ機器を NTP サーバーとして動かし時刻同期をすることができるということですね。シスコ機器を NTP サーバーとして動かすコマンドは非常にシンプルです。 NTP マスターコマンドで NTP サーバーとして動作します。オプションでストレイタムを指定することもできます。オプションを省略した場合はデフォルトでストレイタムが8になります。次は NTP の認証方法を見てみましょう。どんな機器でも NTP サーバーとして時刻同期させてしまうと NTP サーバーの負荷が高くなってしまいますし、意図しない NTP サーバーと同期をしてしまうと全体での時刻同期ができなくなってしまいます。そこで正規の NTP サーバーと NTP クライアントが時刻同期をできるように認証機能を有効化しておきましょう。そうしておけば認証が成功した場合のみ時刻同期がされます。まず NTP サーバーでは先ほど勉強した NTP マスターコマンドで NTP サーバーとして動かします。そして認証を有効化するコマンドは NTP オーセンティケートコマンドです。このコマンドは NTP サーバーもクライアントも両方必要です。次は NTP 認証キーを定義します。今回は NTP オーセンティケーションキー1MD5 NTP 123というコマンドを使います。オーセンティケーションキーとして1番を指定してバリューは NTP 123、ハッシュ関数として MD5 を使っています。この値はサーバーもクライアントも同じ設定を入れます。次は NTP トラステッドキー1番で NTP 認証で利用する鍵の番号を指定します。ここの1番で指定している情報は上の NTP オーセンティケーション1で指定した認証情報を利用するという意味になります。最後にクライアント側で同期する NTP サーバーを指定するときに利用するキーのナンバーの情報を指定します。この設定によってキーのナンバー1番で定義した情報で認証を試みます。それではここまで勉強した内容を使ってパケットトレーサーで NTP を設定してみましょう。その前に少しだけお知らせです。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めたいと思う方、大人の習い事としてネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークの勉強をしてみたい方、さまざまな人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用し横のつながりを作り情報を交換してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画参考 URL を概要欄に載せているのでぜひ一度ご覧ください。それではパケットトレーサーを使って NTP サーバーと NTP クライアントで認証情報の設定をしてみたいと思います。 NTP サーバーはストレイタム8として設定をし、認証情報はキーナンバー1番を使い、
バリューは NTP123 として設定します。まず事前確認をしておきましょう。 NTP クライアントで NTP の設定状態を見てみたいと思います。 NTP の設定状態を見ると、現在 NTP は設定されていないという状態が分かりました。現在利用している時刻情報も見ておきましょう。現在はハードウェアカレンダーの時刻情報をもとに時間を管理していることが分かりました。では NTP サーバーに設定を行い、 NTP サーバーと NTP クライアントを時刻同期してみたいと思います。 NTP サーバーに対して設定をしていきましょう。まず NTP サーバーで時刻同期をしたい基準の時刻情報をセットしてみたいと思います。今回は2023年の1月1日をセットします。この設定によって NTP サーバーはこの時刻情報をもとに動くことになります。時刻情報の詳細を見てみると、2023年の1月1日に変わっていることが確認できました。ではこの状態でこちらのルーターを NTP サーバーに設定したいと思います。グローバルコンフィギュレーションモードで NTP マスターコマンドで NTP サーバーとして動かすことができます。この後ろでストレイタムを指定することもできますが、ストレイタムを省略した場合はストレイタムが8番になるので、今回はストレイタム8番に設定したいので省略してみたいと思います。次に NTP の認証を有効化します。NTP オーセンティケートコマンドで有効化します。次に認証情報の設定です。NTP オーセンティケーションキー1番 MD5 NTP123 と登録します。キーが1番を使い、バリューが NTP の123番ということです。次に NTP トラスティッドキー1で NTP 認証で利用する鍵番号を指定します。これで NTP サーバー側の設定は終了です。次は NTP クライアント側を設定していきましょう。まず NTP オーセンティケートで認証を有効化します。認証情報として NTP サーバーと同じく NTP オーセンティケーションキー1 MD5 NTP123 を設定します。次に NTP トラスティッドキー1で NTP 認証で利用する鍵番号を指定します。最後に NTP サーバー 192.168.0.1 キー1を指定します。これで NTP クライアントの設定は終了です。しばらく時間が経つと NTP サーバーと NTP クライアントが時刻同期をします。NTP クライアントの時刻情報を確認しましょう。まだハードウェアカレンダーになっているようです。左下の矢印を使って時間を進めていきます。しばらく時間を進めたので、もう一度ショークロックディテールを実行します。すると時刻同期がされており、タイムソースが NTP になっていることが確認できました。無事に時刻同期をすることができています。ここで少し情報を補足したいと思います。今回は NTP のトラスティッドキーとして1番を利用しましたが、キーの値はここに表示されているようにかなり大きな範囲で利用することができます。このようにキーの番号のバリエーションを膨らませることでセキュリティの強度を強くすることができています。そして最後に NTP のパケットも見てみましょう。シミュレーションモードを起動させて時間を進めていきます。 NTP のパケットが発生するので、NTP サーバーが NTP クライアントに送る情報を見てみましょう。アプリケーション層で NTP を使っており、トランスポート層で UDP、 ポート番号は123番を使っていることがわかります。パケットの詳細を見てみましょう。 NTP のフィールドの中でストレイタムの値があり、ストレイタムが8になっていることが確認できるはずです。今回は NTP マスターコマンドでストレイタムを指定しなかったので、デフォルトの8番になっていることがわかります。もし余裕があれば、このようにシミュレーションモードを使ってパケットの中身を見てみると、いろいろ気づきがあって面白いと思います。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。 NTP サーバーの設定を見て、 NTP 認証をして同期をするために必要な NTP クライアントのコマンドについて答えてください。サーバーの設定がこのような設定の時、 NTP クライアントはほぼ同じような設定を行います。NTP オーセンティケートで認証を有効化し、 NTP オーセンティケーション1 MD5 NTP123 NTP サーバーと同じ値にします。さらに NTP トラスティッドキー1番を指定し、利用するキーの番号を指定します。最後にクライアントから NTP サーバーを指定するときに、どのキーを使うのか、 NTP サーバー 192.168.0.1 キー番号で1番を指定します。この設定で NTP サーバーと NTP クライアントで同期をすることができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。